こんにちは、動画ファンの成田です。今回は Instagram のアイコンを自分の好きなデザインに変える裏技をご紹介いたします。では Instagram のこのアイコンのデザインを変えていきます。なお変更方法は iPhone、Android どちらもやり方は全く同じになりますので、今回はこの iPhone でご説明をしてまいります。では Instagram を起動いたします。Instagram 起動いたしましたら、画面右下のこちらのプロフィールの画面を開いてください。プロフィール画面開きましたら、画面右上の3本線、こちらをタップします。そうすると、このようなメニューが表示されます。なお、Android の場合は、このようなメニューになりまして、iPhone の場合は一番上の設定、Android の場合は一番下の設定をタップして開いてください。では、設定を開きます。そうすると、このような設定画面が開きますので、ここからこの設定画面を上から下にスワイプ、スクロールします。で、スワイプすると、このように絵文字が表示されてきます。で、ここで指を離してしまうと、元に戻ってしまいますので、指を離さないように、できればこのように2本指を使ってスワイプすると、このように一緒にお祝いしようアプリアイコンという画面が出てまいります。で、この下をずらずらっと見ていただくと、現在はこのピンク色のアプリアイコンになるんですけれども、懐かしいですね。こういうクラシックアイコンとか、あとは現在のこのグラデーションっぽいアイコンの色違いなんかもこのように用意されていたり、ダークとかライトなんていうのも用意されておりますので、ここで自分の好きなアイコンに変えることができます。では今回はこの青っぽいトワイライトというのに変えてみましょう。こちらの丸印をタップします。そうすると Instagram のアイコンを変更しましたという表示が出てまいりますので、 OK をタップして、で、こちらに丸印がつくので、これで完了となります。アプリ閉じてみましょう。そうすると、Instagram アイコンが変更できました。このように自分の好きな色のアイコンに Instagram のアプリのアイコン変更ができるようになっております。ちょっとした裏技です。ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立ったという方は高評価ボタン、またチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。もしこの動画のご質問がある方はコメント欄からいつでもご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしています。チャンネル登録お待ちしています。